サルマン・カーン・サル、カーンはアメリカの教育者、数学者。無料のオンライン教育のプラットフォームであるカーン・アカデミーの創立者。彼は数学や科学にまつわる幅広い学習動画を6500本以上作成している。カーン・アカデミーに関連する実店舗のカーン・ラボ・スクールも創設している。2019年6月現在、 YouTube のカーンアカデミーチャンネルには480万人以上の登録者がおり、動画は世界で16億回以上視聴されている。2012年にタイム氏は世界で最も影響力のある100人の年次リストでサルマイカーンを指名した。同年ホーブス氏の表紙取り上げられ、彼のこれまでの活動は1ドルトリリオンオポチュニティと評された。サルマンカーンは アメリカのルイジアナ州メテリーでベンガル人家族の間に生まれた。彼の父親はバングラデシュ南部バーリサール出身で母親はインドのムルシダーバード出身だった。彼は高校時代は公立学校のグレースキング高校に通っていた。そこでの思い出について数人のクラスメートは刑務所から出たばかりで他のクラスメートは トップ大学に合格することに縛られていたと語っている。彼は1994年にバレディクトリアンとして学校を卒業した。高校卒業後カーンはマサチューセッツ工科大学に進学して科学学士号を取得した。彼は4年生でクラス会長を務めていた。またカーンはハーバードビジネススクールで経営学修士も取得している。2002年の夏にカーンは アメリカのゼロックスの子会社のパロアルト研究所のインターンシップに参加している。2003年から2009年後半まで彼はコネクティブキャピタルマネジメントのヘッジファンドのアナリストとして働いていた。2003年後半、カーンは Yahoo のブラウザーを使用しインターネットを通じて離れた場所に住むいとこのナディアに完全公開の動画を使った数学の個別指導を始めた。 その時使用していたメモ帳は彼が出演しているテッドの動画でも紹介されている。動画を見た他の親たちや友人たちも彼に個人指導を求めるようになり、彼はチュートリアルを YouTube に移動し、2006年11月16日に YouTube アカウントを作成した。無料公開した学習動画が人気になったことで、カーンは2009年後半に金融アナリストの仕事を辞めた。 彼は、親友のジョシュ・ゲフナーの助けを借りて、フルタイムで YouTube チャンネルから始まった、カーン・アカデミーの開発に専念した。その結果、カーンは、アンドアからスポンサー支援を受けるようになった。彼の学習サイトは、多くの学生や一般ユーザーの関心を集め、カーン・アカデミーを始めた、数年で、全世界でおよそ4億5800万回以上の視聴記録を達成した。 カーンは自分自身の活動についてあらゆる年齢の学生の学習を加速させることを目標に掲げている。そのことを念頭に置いて私の作成するコンテンツを有効だと感じてくれる人々と共有していきたいと思うと語っている。カーンアカデミーの学習動画はアフリカとアジアの農村地域の教育にも使用されている。今後はフリースクールを 英語のトピックにまで拡大する予定。カーンはカーンアカデミーやこれからの教育の目標に関する書籍ザワンワールドスクールハウスエデュケーションリーマジンドを出版している。開始当初は学生向けの自習ツールだった。カーンアカデミーは2012年にコーチ機能を追加しビデオとモニターを通じて教師の指導を受けることのできる機能を追加している。 2018年までにカーンアカデミーの YouTube チャンネルは16億回以上視聴された。カーンは従来教室で行われてきた教育は彼のアカデミーで開発された技術を使用して補うことで学校教育は伝統的な講義スタイルを重視した教育から解放され、より個別指導に時間を割り当てられる学習者優先の授業形式にシフトできるのではないか。 また、学習のつまずきに対して、個別指導を中心にすることで教師の指導効果を高めることができると考えている。スタンフォード AI の研究者アンドリューンは、カーンを最初のマッシブオープンオンラインコース登録プラットフォームのコーセラを設立した際のインスピレーションの源だったと語っている。カーンは医師である馬今ルビと結婚し、現在二人はその子供たちと、 カリフォルニア州のマウンテンビューに住んでいる。ありがとうございます。